としての筋を通されちゃ仕方ねえ。だが忘れるな、あくまで一時的な共闘だ。先のことは後でゆっくり話そうじゃねえか。まずはさっさとこの場を片付けちまおうぜ。 敵の本拠地を落としてきてくれるかしら。 こさえたエアドアを通れば、わしらはどこへでも瞬時に行けるんじゃ。 こっちにはエアドアがあるんだ。俺たちは捕まえるのは不可能だぜ。 エアドアを使うか、神出鬼没。止めようとしたって無駄よ。要はあのブルーノって野郎の能力を先に封じちまえばいいんだろうな。
敵の本拠地に突っ込め！ あなたたち、私を倒しに来たの。相手になった。射程範囲だ。どうしてもおめえを連れ戻したいんだとよ。何を言っているの。私は敵よ。覚悟なさい。 雑魚が手を焼かせんじゃねえ。射程範囲だ。俺が押されてるだと。バカな。最強の黒刀と最強の剣術、それこそが無双の剣士ということだ。
前ら、わしはまだ負けとらんぞ。かく、ここまでだ。恥の上塗りはやめておけ。あ、なんだあの小僧は。興味深いな。俺は帰って寝るとする。はて、ここはどこじゃ。お前らもマッドダイヤルで正気を失っていたんだ。 CP9 にあるまじき失態だな。面目ない。で、 CP9 はこれからどう動くつもりだ。政府より黒ひげ連合の常時監視を命じられている。俺たちは与えられた任務を全うするだけだ。なら当面の敵は同じってわけだが。残念だが、貴様らに協力する気はないぞ。だろうな。ワニ小僧、おめえも黒ひげ連合とは敵なんだろう。このまま一緒に来る気はねえか。行くわけねえだろう。海賊同士で仲良しごっこをしてえなら勝手にやってろ。いかなしぶりよ、クラコボーイ。てめえ、何しに現れた。麦わら白ひげ連合の活躍を聞いてきたのよ。こんな異常な女性を傍観してられないじゃない。クラコボーイ、バナータだって黒ひげの躍進を面白くないと思っちゃぶるでしょ。だからなんだ。必要なのは黒ひげに対抗し得る勢力。バナータがいればかなりの戦力強化になるわ。俺を利用しようってのが。死にてえかてめえ。ボス、落ち着いて考えてほしいがね。今のままではいずれ黒ひげに飲まれて。使えねえカスが偉そうに意見すんじゃねえよ。俺が黒ひげより弱えとでも言いてえのか。バナータがいくら強くても自制には逆らえない。いずれ黒ひげに操られるわ。その屈辱に耐えられる。とにかく今は黒ひげを倒さなきゃ。遠からず世界は最悪の状態におっちゃぶるわよ。一致団結して当たらなきゃ奇跡は絶対に起こせない。いいだろう。だが黒ひげの首を取るまでだ。話はついたみてえだな。じゃあ、とっとと先に進もうじゃねえか。